超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。兵站拠点を設置するのはここか。クソみたいに荒れてやる。兵長、後続の本体は予定通り到着できそうですね。おとなしくしてる。よし、エルヴィンの到着まで向かってやつらを片付ける。面白い気がしやがる。どうしよう、さっさと肉を削いでいく。よし、来た。おとなしく指揮所兵長。行く。どうしよう、マジで。ごめんなさい、兵長。面白い気がしやがる。おとなしくしてろ。巨人を倒し、辺りを制圧しなければ。行く。俺の敵じゃない。俺は次に行く。ここは任せて。エルド。兵長。わざわざすみません。おとなしくしてろ。これで補給班を撤回できます。行く。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。おとなしくしてろ。救援要請ね、助けに行かないと。塵一つ残さずとはいかねえ。ひとまず掃除は終わったが、さっさとエルヴィンと合流しねえと。手なんだよ。了解しました。まとめて相手して。確かだな。気をつけろ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につけ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、
町の外側で各校撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。予想より部品が多い。リヴァイ、補給を起こさない。おとなしくしてよ。救援要請ね。助けに行かないと。俺だって落ちてこない。飛行士だ。あいつの位置だ。拠点は気づける。さっさとやるぞ。おとなしくしてよ。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。俺の敵じゃ。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。まとめて相手して。どんな巨人だろうと投射し。俺の敵じゃ。兵長、俺のためにありがとうございます。てめえの血を抑えるのはこりごりだ。俺たち肉をそがれば。リヴァイ兵長、ありがとうございます。あの飛行士を倒したのか。さすがリヴァイ兵長だ。助かった。あの人がいればきっと勝てる。行く。救援要請、行くぞ。俺の敵じゃ。おとなしくしてろ。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士がいやがる。グンタ、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。ある次から次へと。まだ殺され足りねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。どうして負けろ。おとなしくしてろ。リヴァイのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。大変だよ。南から巨人の群れだ。こっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。南側の巨人のところに集まってるの。あいつらも飛行士。俺の敵じゃない。合流されると面倒だ。止めるぞ。ああ、こんなに飛行士がいるんだから、一体くらい生け捕りにしても。ダメだ。巨人を捕獲した余裕はね。面倒を起こしてね。その調子らしくしてろ。拠点設置完了まで、巨人を近づけるな。こんなに立て続けに戦うなんて限界か。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。厄介なのが出てきやがった。
俺たちの勝ちだ。みんなよくやった。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。頼むよエルビン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です、平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルビン、行かせてもらうよ。待て、アンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる、馬があれば追いつかれねえよ。仕上がった。相手してる。
まとめて相手おとなしくしてろ。どうして化け物俺の敵じゃない。起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。あっと、邪魔しないでほしいな。仕方ないな。他を探そう。いい被験体になってくれる子はいるかな。またどこか行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。どうして負けろ。救援要請無視はできない。おとなしくしてる。邪魔だ。面白い面しやがった。点設置のための物資を配送で調達するだろう。決済おとなしく。まだ近くにいるはず。あれか。できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。巨人がうろついていて物資を回収できん。援護感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。
相手してる。おとなしくしてる。ペトラ、その子を捕獲するんだ。倒したらダメだろ。そんな無茶言わないでください、ハンジさん。ペトラ、村の方へ釣り出すぞ。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。待ってください、ハンジさん。あ、行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。救援要請か。行くぞ。巨人め、邪魔するなら来いでやる。兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。あいつの頭じゃクソでも詰まってんじゃねえだろ。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。まとめて相手して。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。昔から変わらないじゃない。お前ら。あ、危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、
ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。この兵士の手帳か。見よ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した、表情を変えた、私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼ・ラングナーの戦果だ。エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ？そうでしょ？じゃあいいよね。巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね？そうだな、構わない。作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。ギヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あの子先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。了解しました。急いで追いつくさ。複数の地点から演弾救援要請です。なんでここに散らばってる。作戦開始して一箇所のはずだ。何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。そういえばみんなおとなしくな。設置場所を探してもらってたんだけど。おい、不明のせいで誰かが命を落とすようなことがあった。承知しねえぞ。危なくなったら逃げていいよって言ったから大丈夫なはずか。おとなしくしてろ。捕獲しました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。ちっ、さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。これでまた仲間を無駄じゃなくてはただじゃ済まない。ハンジさん自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。行く。別行動ってすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。分隊長の命令に従ったらこの差は助かりました。俺の敵じゃ。もういい、ハンジの元に向かえ。どうしてバリコン救援要請に助けに行かないと。ありがとうございます。リヴァイか、援護を頼む。行く。
アンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだが、この兵力での3回はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。ハンジ、てめえなんで先に行きやがった。ごめんよ。でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要があるんだ。捕獲する子は他に見つけてあるしね。わーい、これで罠を設置できるね。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。鹿の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいい。陸上までは楽に行けるからさ。オルオたちで巨人を一掃してもらってるからね。くそ、ルーク危ねえまでさせやがって。あの縁だ、助けなきゃ。やつら、やる。小さい分小回りが効くな。手がつくなよ。了解。おい、エルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつら。でしょう。はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。うおー、この大きさ素晴らしいね。これで気候種だったら最高なんだけどな。まとめて相手してる。気候種ならここにいるだろう。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。俺だって役に立つとこ見せてやります。どうして化け物だ。早く来い。今だ、捕まえるよ。連れてくるのは厄介だ。捕獲は随分あっさり終わった。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。やれ。無視はできねえ。感謝します。まとめて相手して行く。どうして化け物。
起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。次も、はい、まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。バケモン、まとめて相手して。面白い暮らしやがった。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヤッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮からすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。
また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。前方に新手の巨人です。どいつもこいつもふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。そうしないとお前の肉をきれいにそげねえだ。俺の敵じゃない。縁談苦戦してやがる。どうしたバケモン。おとなしくしてよ。まとめて相手して救援を。無視はできない。次の巨人はどこだ。サボロにしてやる。やめられねえのか。目は立てなよ。俺の敵じゃない。行く。了解です。ありがとうリヴァイ。いやー、ちょっと巨人を集めすぎちゃったね。目は立てなよ。結果を考えて行動する。俺の敵じゃない。行く。この数を一気に相手にはできねえぞ。暮らしやがまとめて相手して。おとなしくしてろ。まとめて相手して。おとなしくしてろ。やる。この辺りの巨人を倒したい。手伝ってくれ。俺の敵者がどうしてバレる。俺の敵じゃない。嫌な匂いが遠くからする。希望者。俺の班を警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。手間するなよ。お前の鼻に間違いはねえだ。俺も同行します。兵長、作敵班の報告では巨人の群れが接近中とのこと。
俺たちで仕留めるぞ。囲まれないように気をつけろ。よし、ここはモブリットに一肌脱いでもらっちゃおうかな。まとめて相手して。縁談か。救援に向かおう。俺たち調査兵団の力を見たか。てめえの肉削り取ってやる。救援感謝します。あるよ、ついてこい。手は力です。あ、力です。わかりました。俺の敵じゃない。まとめて相手して。おとなしくしてよ。飛行士たち、町の中心に向かっています。止めないと。おとなしくして。本体を守らない。飛行士の迎撃に向かうぞ。面白い戦いしやがる。まとめて相手して。モブリット固まってる巨人たちに接近して、こっちに釣り出してくれないかな。分隊長、いくらなんでも作戦が無駄すぎます。ああ、もう仕方ない。行く。巨人の王、こっちだ。こっちへ来ないか。俺の敵だ。モブリット、うまく分散させられたね。これで巨人の確保ができるよ。俺の敵じゃない。どんな奴だろうとほくってやる。覚悟しろ、巨人ども。まとめて相手して。おとなしくしてどうして負けない。俺の敵じゃない。どうして負けない。おとなしくしてろ。どうしたい。俺の敵じゃない。まとめて相手して。奴らだ。その肉切り刻んでやるから待ってろ。ええ、兵長、俺たちでやってやりましょう。どう
ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について、巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ仮に着くことだ。急がれ。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえようだ。先を急ぐか。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。巨人を確認。崩れます。一体起動だ。瓦礫を無視。もう馬を諦めて進めて。ダメだよ、ここには馬を置いていけない。巨人は防ぐから瓦礫の破壊を急いでよ。おとなしくしてろ。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。俺の敵じゃ。
この失態はすぐ取り返します。だったら口を動かしてない。ついてこい、オルオ。来た、救援要請。無視はできねえ。行く。ヘラに出よ。おとなしくしてる。了解です。早く仲間と合流して町へ戻らなければ。おとなしくしてろ。仲間とはぐれてしまって助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。どうして先ほど縁談か。救援に向かおう。行く。どうして俺たちカートラ仲間を失うと体勢を立て直さないとな。初めて相手に手を離した。俺の敵じゃない。おとなしくしてろ。悪い。すみません兵長、まだ行けます。ああ、トロストフの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。ついてこい。エルヴィンに追いつく。まとめて相手してる。おとなしくしてる。この道も塞がれてやがるのか。ミケ、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方はチリチリだ。手を貸せ。行く。エルヴィンが先に行ったら先頭にいたはずだ。おそらくそうだな。ドブの砲台で瓦礫を爆破して進もう。面白い面しやがって。どうして先も新手の巨人です。南東から複数来ます。早く砲台で瓦礫を崩さないとまずい。先に行け。俺は試算した兵を収集する。面白い面しやがる。おとなしくしてろ。戦力を集めてきた。先を急ぐ。俺の敵じゃない。ドクロ、このままトロストフの壁門まで走行するぞ。
門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃、トロストク壁門へ急げ。俺の敵じゃ。まとめて相手して、おとなしくしてろ。まとめて相手して、俺の敵じゃない。まとめて相手して、俺の敵じゃない。どうする、化け物。おとなしくしてる。どうして、化け物。おとなしくしてる。何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。ガキども、これはどういう状況だ。
巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。